東京マーケットワイド生放送でお送りしています。ではこの時間は茅場町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。相場の方ですけれども、はい、ずっと休診してまいりまして、先週のですね、アメリカの雇用統計の方が、かなり大幅に改善しましてですね、それで12月利上げはほぼ確定かということで、今までちょっと中ブラリンだったところが、スケジュール的になんかこう確定してきたような感じになってまいりました。低金利持続っていうのはある程度分かっていることで、それに加えて企業業績、米国自体のですね、景気自体が非常に強いということは再確認されたというところでございます。日経平均株価の方は2万円に向けての戻りになってきたという感じでしょうかね。はい、はい、やっといい感じになりましたね。そうですやっといい感じになりましたね、はい、ということで今日も今週の予定をちょっと見ていただきましょう。はい、お願いします。はい、はい、ご覧の通りでございまして、今週の予定はもうすでに発表されましたけども、中国の貿易収支ですね。これは輸出の方が前回の 3.7%、 前年度月で 3.7% 減から 6.9% 減に悪化しました。予想は改善予想だったんですけど悪化しまして、4ヶ月連続のマイナスということで、一方輸入の方は前回マイナス 20.4% から 18.8% に小幅改善という感じでございました。これも12ヶ月連続のマイナスでございます。まだちょっとはっきりすっきりしない中国ですけれども、ボトムは打ったんじゃないかという見方が強まっております。あと中国の方はですね、工業生産ですね、あと小売売上高、こちらの方も改善予想でございまして、中頃にかけて指標が発表されるというところですね。あと日本の方は工作機械受注と機械受注統計というところで設備投資関連の指標が発表されます。こちらの方がどうなりますか。あと景気ウォッチャー調査はこちらの方も改善予想、アメリカの方もやや強めの数字が出るかなという感じでございまして、ほぼ12月利上げは決まりのような感じにはなってでは参りました。それで、このうち工作機械受注なんですけれども、最近、急減、この上半期ですね、急減しました。グラフはご覧の通りでありまして、この外需トータルがですね、この1473億円3月からですね、この9月の確保まで、1097億円ということで大きく減少しました。特に外需が大きく減少しまして、やはり中国のですね、やはり、電気、スマホ関連でありますとか、精密分野が急減したというところでございます。国内はですね、この赤い方、補助金効果でずっと非常に堅調だったんですけども、補助金効果がちょっと切れてきたという感じでございます。これの見通しなんですけど、日本はですね、下期は政策効果がなくなりますので、減少予想になります。あと北米の方、海外の方、北米の方はですね、FRB の利上げに対して様子目になっているとか、あとドル高が進んでおりますね、その影響から手控えられていたりする模様でございます。自動車航空機業界は好調でございまして、商談ケースも多いので、ある程度利上げがはっきりしてくればですね、下期回復してくるんじゃないかというふうな見方になっております。あと欧州は昨年から緩やかな回復基調が続いておりまして、ロシアはボトム圏、そしてイタリアが復調してきているという感じでしょうか。あとアジアパシフィックの方、こちらアジアの方はですね、中国で電気精密分野が上期急減しまして、8月株価急落もありましたけども、9月の受注が大きく悪化したんですね。それでも10月で回復しまして、その電子部品のですね、委託生産などを行っております EMS 関連の受注が戻りつつありまして、ボトムは脱する見通しでございます。ということで、下期はですね、海外の持ち直しに、この青い方ですね、海外の持ち直しに注目したいなというところでございまして、一方内需の方は一服、ただ合理化投資といいますか、生産性の向上投資でありま
ますとか、あと老朽化した設備の更新投資とかが結構、活発でありますので、まあ、そういったところが下支えするかなと。で、来週には再び、まあ、補助金関係が出てくるのかなという感じでございます。それではというところで、これ、そうですね、決算発表の予定の方をちょっと今週見ていただきましょう。はい、今週はご覧の通り、大手ゼネコンでありますとか非鉄大手、それから不動産ですね、不動産でありますとか、あとは地銀から始まりましてメガバンクがこの週後半にかけてですね、あとプラント建設ですね、日機とか千代県でありますが、そういったところが発表されまして、もう来週はほとんどなくなるという感じでございます。最近のチャートの動きはご覧の通りでございまして、ニューヨークダウとかですね、ナスダック総合指数、もうほぼ急落は急落のところから戻しまして、日経平均株価も今戻りに向かっているという状況でございます。日経株価でこの2万500円前後でありますか、2万300円あたり、このあたりが目指す形になるのかなという感じですね。トピックスも同じような感じでございます。業種別の株価指数ですけれども、ご覧の通りでございまして、こうですね、建設小売りでありますとか、あと食料品医薬品なんかも上向きでございまして、銀行がちょっと上向いてまいりましたね。利ざや拡大ということでアメリカの銀行株が今日昨夜晩上がりましたけれども、そういったもあったのか今日あたりちょっと上げてますね。あとは、で今日はちょっと精密入れてみました。オリンパスとかテルモが急進しまして、精密の方が急降点というところですね。あと電気とかちょっと横ばいですけれども、自動車でありますが、こういったところもまあ堅調でありまして、逆に金利敏感株の不動産株とかは下向き、あとは相変わらずですね、石油とか鉄鋼、こちらの方の素材とか市況関連株は下向きになっております。これ銀行株どうですか？そうですね、銀行株、まあ、ここのところ、まあ、郵政の方のですね、大型上場も終わりまして、アメリカの方のそれ利上げの方もほぼ確定というところですね。なんて言いますか、米国の金融株にも引きずられる形でですね、まあ、全般相場とともにインデックスライナーも入ってまあ戻りに向かうという感じでしょうかね。まあ大きな上昇は見込めないにしても、ちょっと戻り補正になってくるんじゃないかなというふうには思います。はい、さあ銘柄いきましょうか。はい、銘柄いきましょう。そうですね、今日はですね、先週に続きまして通期業績情報修正銘柄というところで、先週発表分のところを少しチェックしてみました。ご覧の通りでございます。今日はダイワハウスですね、ダイワハウス、こちらの方は相続税対策で賃貸住宅が好調であるということで、PR はまだ13倍台、やや割安ですね。配当利回りは 2% 以上でございまして、まあ株価の方はかなり順調に上昇し続けているんですけども、まだ割安感があるというところでございます。今期大幅上方修正で大幅増益ですね。あと代談はこれは空調工事で利益率改善、ロート製薬はこちら化粧品なんかも結構比重が最近増えてまして、目薬の他にですね、まあ、そういったところがインバウンド消費で非常に好調で情報修正されたということ感じですね。あと喫性は糖尿病治療薬、それから排尿障害の改善薬などが好調であるということ。タイセラミックはこちらの方は包装用のフィルム大手でございますね。あとアネスト岩田、これ前の岩田塗装機でございまして、工場設備用の塗装機スプレーガンが好調であるということですね。有針整機は射出成形機につきます取り出しロボットが好調であるということで、日本アジア北米で好調であったということです。あと日産自動車なんかも出てまいります。日産自動車が 40% 株を持っています。カルソニック完成、こちらラジエーターとかヒーター作ってますけども、北米向けとかが好調であります。あと火災工業ですね、失礼しました、火災工業、こちらの方はドアの内装部品で、こちらも北米好調、こちらも、ね、日産向けが伸びているということで情報修正でございます。22% の情報修正ですね。まあ、こういった中にも、まあ、配当利回りが比較的高いのなんかが結構まだ残っている
ね。それから2ページ目、こちらの方はマツダですね、何度も紹介させていただいています、唯一ですね、ロシアがちょっと足を引っ張っているという感じですね。あと富士重工業は相変わらず北米絶好調というところで、修正率は1割近い 9% の修正ということで、前期比の業績の率は 30%、 配当利回りはもう 3% 近いというところでございます、まあ株価変動リスクもかなり大きくなるんですけども、業績好調ということで再び上離れた形になってきているという感じです。あとバンダイナムコ、こちらはちょっと市場予想を下回ったということで情報修正されたんですけども売られております。東方ホールディングス、こちら医薬品の卸し大手ということですね。それからモスフード、こちらの方は商品戦略とかですね、コスト削減努力が走行したというところで、こちらの方も 26% の上方修正、前期伸び率は 54% 増と営業利益ですね。PR はちょっと高いんですね。まあというところで、ただまあ株価の方は好調です。日清不動産は首都圏のマンション建設分譲の会社でございます。 NTT 都市開発はですね、こちらの方は、まあ都心のオフィス需要が引き締まってまして、賃料が上昇気味というところで、それで賃料のが伸びで、上方修正、4割の上方修正でございます。日本テレビホールディングスとテレビ東京ホールディングス、こちらの方は広告収入好調なんですね。で、日本テレビホールディングスはスポーツクラブのディップネスというのを子会社にしてますけども、そちらの方か層の、まあ子会社化の効果な好調ということもございます。あとテレビ東京の方はこちら結構アニメ活発なんですけども、アニメの妖怪ウォッチとかですね、アニメの版権収入が伸びたというところもありまして上方修正。あと読売ランドはこちらはインバウンド関連でもありますけども、遊園地が好調ということですね。あと販売用の住宅販売用の宅地販売のが好調であるというところも出てまいりました。というところで、こんな中でも例えばスバルの 3% でありますが、 PR なんかもかなり10倍そこそこ、10倍割れっていうのも結構あるというところで、まあ直近急騰した銘柄なんかはまあなかなかとっつきにくいですけども、動き出した銘柄なんかにちょっと注目していただきたいというふうに思います。本日は以上でございます。ありがとうございました。